宮城チャンネルかっかりニュースを取り説今回ニュースの取説ですね面白いなと思ったらいいねをえチャンネル登録もよろしくお願いしますすっかり忘れておりました今ですねいろいろなドラマが始まったりテレビ番組などで TVer の見逃し配信がということをテレビが繰り返して宣伝しておりますとりわけですねフジテレビの各種ドラマは視聴率爆死爆死となっておりましてこの1月から始まりました 月空ドラマこれが視聴率爆死では飽き足らず大爆死,大爆死となっておりますその中でですね視聴率は大爆死だけどィーバーの見逃し配信のお気に入り登録はいいんですよだとか日本テレビのこれは大人気 YouTube チャンネルパウラチャンネルさんだったかな の説明によりますと、桜井翔接待番組なんてね、<laughs> あのメスガキバウラちゃんとかがおっしゃっておりました、あの桜井翔さんの新ドラマ新空港選挙ですか、間違ったらごめんなさいね。えっとそうした作品もティーバーのお気に入り登録この1月配信のドラマでは1位だということで、ティーバーガーティーバーガーという話になっております。まあ、これをにめぐっては2年前の川口春奈さん主演のサイレント。 これテ TVer の当時の見逃し再生で1位を取ったとかでもはや視聴率ではないこの TVer の再生回数も加味しなければならない、まあ、そんな話がテレビ界隈で出回っておりますちなみにこの話題明日のレギュラー放送で取り上げる予定だったんです。たたただ入り入りりききななかかっっ フジ,フジテレビざまーってところを入れ込んじゃったらあのちょっとこのビジネス的な解説のところがどうしても入らなくなっ,ちゃっ,ただってたので今回あの IT というか、まあ、ネットとビジネスというところで、まあ、私の得意分野ですんでちょっと皆様に先出しの感じで紹介しておこうかなというんでこれ今回やっております。t ーバーで t ーバーでということで、まあ、これからはネットの方の視聴率の方もカウントしなければならないこんなことをテレビ界隈の方で言われております。 今期始まりました大河ドラマ光る君へ吉高由里子さん主演のこのドラマ大河ドラマ視聴率だきしだというか大河ドラマ最低視聴率で始まったただ一方で NHK は NHK プラスというネット配信をやっておりましてそちらの方のユニークユーザー数においてスタートダッシュを決めた。 まあそのようなネットニュースを見かけましたユニークユーザーという違法表現だったかどうかちょっと定かではないんですけれどこれ IT の中ではあの一つの指標として当たり前なんですけれど同じ人がいくつもの端末で同じ番組を再生することによって再生カウント回数をカウントさせるカウントアップさせる、まあ、いわば水増しさせるそうした手法が一部地域でなんか流行っているらしいんですよ。ん うんうん、白がこうやってます k − p o k p o が何を言ってるのか分かんないんですけど、まあ、あのスマホ団体も並べてねタブレット並べてで同じのを再生して、ね、そんな感じでこれを排除したのがユニークユーザーっていう概念であとはもう一つですねインターネットの中では同じ人が同じ番組を何度も見るケースってあるんですよ。で ホームページの運用なんかをしていてもこのユニークユーザーという概念大事で同じ人が同じサイトを何度も何度も見てもそれは結局1カウントでしかないそれは広告を出したいユーザーさんからスポンサーさんからしますと同じ人が何回見ても何個も買ってくれるわけじゃないでしょだったらできるだけ多くの人に見てもらいたいなのでこのユニークユーザーという概念はもう IT の世界では常識です常識。 NHK の「大河ドラマは」はこのユニークユーザーのカウントをしても今回の「新大河の光る君へ」は最高だったネット配信かということをやっていてああまあまあそれはよしなにって感じなんですけれど一方の TVer の方はというと TVer の再生回数が増えれば増えるほど <laughs> すいません先に笑っちゃいました自滅自滅していきますよというお話これからしていこうと思います。 インターネットを始めてそして商売がうまくいくケースというものはあります実のところこの私 IT ジャーナリストとして今紹介されることの方が多いんですけれどもともとはホームページを制作したりあるいはウェブコンテンツをプロデュースしたりアドバイスしたりだとか、まあ、こういう仕事をしておりましたその中でやはり一番多かったのが商売の相談です当たり前ですよね 商売をやってるところがうちの商品売りたいんだけどどうした,いどうしたらいいっていう相談を受けるその流れでホームページを実際に作るケースもあればアドバイスだけするケースとかがあってインターネットで商売が成功すること、少なくはありません。一例を挙げますとインターネットででお客さんんを集めていたんですがパッとしなかった、そこのちょっと相談を受けましてホームページのリニューアル自体もちょこっとだけやったんですけれど。 何かというとコンセプトトをを替替えええててて切り替えてそしてターーーゲットユーザーを変えたんですよどういうことかというとそこのお店屋さんは個人商店個人向けに商売をやりたいインターネットは個人がやるもんだから個人の人にものを売りたいんだということを相談してきましたしかしそちらの商売を見るとどう見ても個人向けのノウハウがない個人にものを売るノウハウがなければお客様のケアをするそうしたこともない経験すらない そこの社長さん3代目社長さんだったと思うんですけれどその彼の個人的な経歴を見てもないない B2B ビジネスしかやったことがないなのでこのホームページはビジネス向けに作り直してすべてのコンセプトもビジネス向けにや,やればこれうまくいきますよとうまくいく可能性が高いですよというアドバイスをして実際その通りにしましたたドッカーンと当たりました。 そこを見ていた税理士さんの話によりますと廃業を検討していたところが区画整理で近所の小学校が廃校になりますとあの土地おいくら万円ディースディースディースとばかりに買えるかのごとくの金回りになったそこの地域の方ではちょっとした今顔役に顔役っぽいものになっています。にインターネットでビジネスを成功させるインターネットを始めたことによってビジネスを大きくするケースっていうのは ありますあるんですが今のテレビかテレビ局が TVer でネット配信してそして成功するいやこれね結論言うと無理無理です理由は大きく分けて2つまず1つは規規模模感感です TVer の方がどんどん伸びてますとかって喧伝しております ティーバーがやっているオウンドメディア、自社サイトの方のスクリーンズだったかなっていうところの方で200%前年対比伸びてますとか言ってますけれど昨年の2023年3月期ティーバー赤、赤字なんですまあこの成長に伴う一時的な赤字の可能性もあるとはいえしかしどれだけ甘く見積もっても まあ100億ぐぐららいいの売上ぐらいなんですよ実はこの数字というものが一昨年の数字の売り上げは公表されてるんですけど昨年度は貸借対照表しか公表されてないんで売り上げ自体は分かんないです。ただその前の年の売り上げと200%の成長を単純計算して甘く見積もってもう100億届くか届かないか。ところがテレビ局はあの赤,赤字のフジテレビの「 テレビ事業単体でのその売り上げが上半期ですよ上半期だけで897億とかなんですよ897億とかえーなので TVer100 億あるじゃないかいやいやいや TVer って民放5局日テレテレ朝 TBS テレビ東京フジテレビそしてさらに地方ローカルまで含めてのそれでも甘く見積もって最大にあの クリスピークリームドーナツ並みの甘さで見積もった売り上げで100億ぐらいだとするとそれを5社あるいはローカル局を含めてみんなで分け合ってますから全然足りないまずこれが1個今の時点での TVer というものが得られている広告収入というものはとても少ないそしてこれが増えていく可能性というのは大変厳しいなぜかネットを 舐めなめいいでくださいって話ネットの方では、ネットの動画配信では、ネットフリックスに、アマゾンプライムビデオ、ディズニープラス、YouTube があります。アベマだってありますし、フールだってあります。まあ、テレビ局自身が自分たちでネット配信している中で、TVer だけが、TVer だけにネット広告を、動画広告を増やすなんてことは、できはしないんですよ。 だからもうただでさえレッドオーシャンのところに TVer ぶつけてそして自分のところの子会社というか Hulu だとか FOD フ,フジテレビオンデマンドだとか TBS テレビ東京だと Unext とかまあこうしたものとぶつけてパラビもそうかパラビかぶつけてでそこでやってるわけですから大変になっちゃうそしてもう一個の事情ネットで成功するビジネスには3点のポイントがあります まあいろんな時理由があるんですけど大きく分けるとこの3点ぐらいでまずネットでビジネスを始めてこれが大成功する理由としては商品が良いこれ当たり前ですよね商品が良いんだけれど今まで売れなかったところがネット通販だとかネットでホームページで宣伝したら急に売れ出したそういう事例というのは商品が良いんですただその商品が良かったんですけれどそのお店屋さんの周辺だとかこれまでの取引先には このの商品の良さが分かかっっていなかったこうした企業なり個人なりがお店を開きますとネットで大儲けというか大成功するこれですね企業だけではなく例えばブログにしても個人でやってる YouTube なんかでもその人が持っているコンテンツいいんですがその良いコンテンツを誰も知らなかった誰も気づかなかったところがネットで配信したところ大人気になったそれがこの商品が良いというところ。 続けまして2番目、ノウハウ。このノウハウというのは、ネットで商売をする上での成功するノウハウって何パターンかあるんですよ。例えば、SEO と言われる検索エンジンの上位に表示させる方法。これもノウハウです。あるいは、ネット広告に出す。そして、そのネット広告をどのように管理するか。キーワードも含めて金額、出向する入札単価とかも含めて。これがノウハウでして、さらには、 あの楽天モバイルではなく楽天市場では2番目戦略2番手戦略というものが勝つと言われていて一番うまくいってるお店を徹底的にパクるというただ私は同意できないんですけれどそれによって楽天市場では成功するというノウハウが楽天市場の一番急成長したぐらいですかねの時に本になって出てました抜。けけ抜けと本人ししして出して出ましたまあそ,ういうまあそれだけじゃなく ネットビジネスであるノウハウというのがあってこれを研究してそれを実践してうまくいくケースがこの2番目最後3番目が業態転換ネットビジネスを始めましたネットに進出しましたそこで業態が変わっちゃってるケースこれによって大成功しているケースって少なくないんです最も有名なところで言うとゾゾタウンですゾゾあの今金配りおじさんとか言われてるゾゾ あそこ、スタートデイスタートデイスタートデイあそこ、スタートデイと言いまして、もともとレコードを、レコードだとか CD を、海外のものを輸入して、そして国内で売るってビジネスだったんです。今もまだあります、そのビ,ビジネス部門。ところが、えー、と前澤さんが、売れるファッションもちょっと自信あるから、ファッションでも売るかなってやったら、それがドカーンと当たったのがゾゾなんですよ。もともとはレコード屋さん。ざっくりと言っとレコード屋さん。 それがファッションに切り替えたらドカーンと当たって上場企業になっちゃった。このように大体た対別するとこの三つぐらいですかね。あもし他にあればそれ実践してください。実践してください。まあだいこの三パターンでかつこれが一個だけではなく複合的になったりあと他の要素もあったりとかいろいろあるんですけれど、この三つネットに進出して成功するまあ大きな三パターンなんですがはいテレビティーバーも含めてどれか当てはまりますかって話。 商品が良い。ね。商品が良いのであれば、テレビで売れてませんこれ何かというと、社長、安いの、夢グループじゃないですけれど、通販番組というのがありますよね。でネット通販というのがありますよね。良い,い商品だったら、もうテレビで売れてますし、テレビの配信においてのドラマにしても、バラエティにしても、良いコンテンツならば、今でも売れているんです。WBC の大谷さんが代表されます。テレビでも、 売れるテレビの視聴率が良いものその良いコンテンツは売れるんですが、えっと、今売れてないから困ってるんでしょっていうものテレビで売れてないコンテンツを TVer に持ってきてそれで売れますかっていう話さらにこのノウハウに関して言いますとテレビはえ今全くのレベルでネットで何かを売るノウハウ正直言って持ってないと思います。通販会社がやってるネットトサイトとかの話ではなく テレビ局のサイトだとかティーバーも含めてネットでお客様を集めるというと SNS で「ハッシュタグ以上」以上しかもその「#」ハッシュタグをネットで流行らせてるんじゃなくテレビでこの「#」ハッシュタグでツイートしてくださいって言ってテレビの力で拡散してるんだってネットの力で拡散してそのお客さんをテレビないしはィーバーに持ってくるというそのノウハウがない少なくとも今の時点で確認されない業態転換やる気がない <laughs> やる気がない よってティーバーがテレビにお客さんを連れてくる可能性というのは限りなくゼロに近い、そういうお話です。ネットのビジネスが始まってかなりの月日が経ちました。実はティーバーというのはもともと2006年にその前身の会社が始まりまして、ティーバーという名前になったのも2015年だったかな。ですのでもう9年経ってます。そしてまあそこそこなんです。 そそこそこさらに TVer が大きくなればなるほどどこかからお客さんを奪ううでしょうかネットというものは市場規模がどんどん大きくなっていくことによってウウィンウィンンの関係が成立しましたどん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 市場が大きくなっていくわけですからあの他の競合うんの前に1個の椅子を取ったらその椅子が勝手に大きくなっていく。 今も実際ネットはそういう形で拡大をしていってます。経済領域を広げていっています。しかし、tver が目指すところ、今テレビ局が目指すところというのは動画コンテンツなんです。動画コンテンツと言いますと。ネットフリックス amazon プライムビデオディズニープラスアップルテレビなんかもそうですかねえ。さらには youtube などなどもうひしめき合っている中で。 動画の CM を奪い合っている。さらに言いますと、Amazon プライムミディアムにしても、Netflix にしても、会員料、会員代金、会員料、会費を取っている。サブスクの形でお金を取っている。ベースラインがある。ところが TVer って、今のところ無料ですよね。ベースラインない、ただの広告だけの商売になっちゃってる。その広告だけの TVer が、もっと儲けていくためには、テレビ離れで離れていったお客様の分の 広告を TVer の方で集めてテレビ局の方に還元するんであれば、あとはどこかっていうと、テレビ局の CM を撮るしかないんですよ。テレビ局の CM を。そうすると TVer が頑張れば頑張るほどテレビの終わりが近づくという、まさに自滅の刃。自滅の刃という構造に TVer がなってるということ。 これがですね今 TVer の CM を「続きは TVer で」とかってテレビがやればやるとき、やるたびにクス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 って笑ってしまうこのネットビジネスの IT リテラシーにおけるニュースの取説でした今回ニュースの取説につき1このコーナーはありませんえっ、ー、とまあねいろいろとありますけどあのまた次回にどっかの機会でお目にかかれればと思います